やっぱり内川が怖いと見ますか。まさかの国士。うわシャンポンだった。これパーマン短期あるな。これでリーチする気なかったらパーマン、うん、パーマンは二山、一山ですか。松本もテンパしないね。しないですね。ルミもですよ。かなり広いですよ、二人とも。でも、ラス、はい。こんな上がりあんの。1300、2600。単野オツも赤、ね、1300、2600。内川さん、こんな上がりがあんの。ローキューマンじゃなくて。本当ですね。シャンポンじゃなくて。いやー、恐れ入りました。あれこれシャンポンだったら3個でした？いや、違います。あ、違いますか。さあオーラスまで来ました。今の上がり大きいですね。大きいね。これで松本はマンガの出上がりがダメ、マンガのツモ上がりでトップ。いやーは数層何の4曲高みはどうですか。これもう一撃いきます。数層入ればね、もうて、まあ、ある程度は組んでっていう感じですね。そうそう、ドラさえ引ければもう一撃いっちゃうんじゃない。はい。さあ松本マンガのツモはある、ある、あ、余裕である、余裕だね。ルミはこれはシンプルに上がりたいか。そうですよ、逆転されないように。どっちが上下ないですもんね、ええ、だからルミとしては普通に上がりたい。もうこれ闇天ですね。松野元ですか。相撲直条件みたいな。ここに直いいんで、はい、あの赤ウーマンさえ使えたらもうイーペコでもいい、はい、ええ、ついについに鬼の松本がトップに立つ時が来たか。来すぎている。イーシャンテンだ。来すぎてるね。来すぎてる。これウーマン周り引いたらだってこれ倍満まで行く可能性ありますよ。まあ、そんなにはいらないんですけど。まあ、どのテンパになっても一回闇点ですか今は。リーチはないと思いますね。馬引いてもパーピン引いてもチーソー引いても、ええ、今のところは闇点になりそうですね。直通もなんで優しいじゃないですか。ですね。下が怖くないんで、はい、見逃しもある場面ですよね、ええ、あ赤馬は切りづらいと見るがどうだ。いやもちろん赤馬切りもある。パーソー切ると闇点が結構使いづらくなりますね。そうですね。いやこれ難しいな。どうしましょう。ロースを切る手もあるし。赤馬はないですか。赤馬はまだ早いような気がするけど5巡目なんでね。となるとパーソーやロースをあるいはパーピンとかその振り天気だって、そう。いやこれ本当難しいな。1326足りないですからね。1300、2600のつも上がりが足りません。ちょっと赤ウーマンだ。これはもうこれはもうだからタンヤドライチのリーチつもですね、で、まあ、ピンズでジャントができたらカンチーソのつも直と。そう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 。今の間だったらまだ脳天かなっていう感じですけどね。パーソー打ってるとローマン引いてどうなります。ローソーですかパーピンですか。ローソー、ローソーですかね。パーピンもありますよね。あ、振り転解消で、はい、振り転解消。これカンチーソーのツモ直ですね。そうですね。チーソーは、チーソーはニヤマ。だから数値は悩みだったかカンチーソーだったかっていうところですよね、これね。そうですね。高宮は、あ、これチーソー出ますね。これ高宮チーソー出ますよ。出ますね。出ますね。積もってもいい。あと変化どうですかね。あんまりないか。変化させづらいっすよね。はい。三層とかでも難しいもんな。ああこれで
タンヤオアカアカイーペーコ、まあ同じですね、同じか、同じかツモチョクか。こうなって出て上がるはないですか。ないか、ないと思いますね。ただ2枚目は出る、上がるでしょうね。もう蘇天でしょうがないと。天敗ですよ。リーチまで。これちょっと回ったか。8000。あ、脇から、あ、これ変わった、変わったね、リーチで。でも脇からチーソー出ることないもんな。ないですね。ウーソー若干早いですよ。いや、ないな、うん、これチーソーがあのルミか内川からもし出た場合は100点逆転しますね。はい。で、イースーソーは、イースーソーは場に1、自分で1、1、2、3、4、5、3山チーソー釣れた、静かに、はい、ここは枚数負けていましたが、松本見事なアベマズですね。親番で8000、オール1万2000と上がり、オーラス2000、4000で逆転トップ。セミファイナルシリーズ最終戦を制したのは、昨日バースデー、自らの誕生日を自らの手で祝う大きな上がりとなりました松本です。いやー、高宮トップかと思いましたが、高校開示の松本、いやー、ファイトクラブとアベマズの激しい叩き合いとなりましたが、最後はアベマズの松本に軍配。さあ、そして桜ナイツ、今シーズンの戦いが全て終わりました。忍者のように去っていくルミ、そして悔しい表情は高宮。高宮ね、悔しいね。一つ頭を下げて嬉しさを噛み殺す松本。いや、大したもんですよ、大まくり。いや、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました、はい。